どうもドントテレビの新井です。今日は鹿児島県鹿児島市の三和町っていうところに来ています。ここ三和町には奄美大島と沖縄にルーツを持つ人たちがたくさん住んでいて、リトル奄美とかリトル琉球とかって呼ばれてます。琉球って沖縄の昔の呼び名なので、リトル琉球で小さい沖縄、沖縄っぽい地域ってことですね。まあそれだけなら、鹿児島にそんなところがあるんだ、気になるって思うだけかもしれないんですけど、ここ三和町、差別がすごいあった地域なんですよね。今は全くそんなことはないんですけど、一昔前までは奄美とか沖縄出身ってだけで、九州とか本州出身じゃない、よその島からやってきた異質な人たちだってことで差別を受けた人が大勢いました。そんな歴史が残っているような、ちょっと悲しい町です。町を見ても全体的になんか異様な雰囲気なんですよね。今日は実際にそんな三和町を歩きながら、なぜこんなところがあるのか、現状どうなっているのか見ていきます。三和町は鹿児島県の大体真ん中ら辺に位置していて、鹿児島の中心地からすぐ近くにあります。南鹿児島駅から1キロメートルくらい鹿児島湾側に行ったところにあります。新川っていう川に接していて、川が海にもつながっているような河口にある町ですね。町から東に行ったらすぐに鹿児島湾なんで、港も近くて鴨池フェリーターミナルっていうフェリー乗り場も近くにあります。町の様子を見てみると結構歴史がありそうな町並みになってます。古めの民家がたくさんあるんですよね。三和町の隣町とか開発が進んでて、ほとんど大きな団地みたいな集合住宅ばっかりになってるんですけど、三和町の家はほとんど一軒家。しかも築50年か60年くらいは経ってるんじゃないかっていうような古い民家が多いです。なんだか昭和の住宅街みたいな、そんな雰囲気があります。それでそんな古い民家の中に商店街があったような形跡があります。これとか奄美特産食品って書いてあって、お店だったんじゃないかなっていう感じの建物ですよね。でもそういったお店もほとんどシャッターが降りてしまっていて、今はもうやってないお店ばかりだと思います。そんな中でもまだ営業してるお店もあって、そういったお店、ちょっと変わったお店が多くて、まず見てほしいのがこのお店、肉のハッピーさん、肉屋さんなんですけど、すごい味があっていい雰囲気ですね。よく見てほしいのは軒先の文字で、奄美の特産加工品って書かれてます。あとミキ、砂糖、島味噌、島鶏飯って書いてあって、ミキって奄美特産のジュースです。お店の中で本当にミキが売ってたので買ってきたんですけど、材料を見てもらえると、うるち米、お米とさつまいもと白桃、砂糖ですね。あとカルカン粉、カルカン粉ってお米からできた粉なんで、要するにお米とさつまいもと砂糖だけしか入ってないです。お米とさつまいもと砂糖を発酵させて作る発酵飲料なんですよね。せっかくなんでちょっと飲んでみたいと思います。うん、美味しいです。口当たりはかなりとろっとしてお粥みたいな感じですけど、味はほんのり甘くて、でも後味はすごいさっぱりしてて、なんかカルピスみたいな、そういう乳酸菌飲料感はあります。奄美大島でのお祭りで今でも神様へのお供え物として使われてて、そういう神事に使うお酒っておみきって言いますけど、おみきからみきって名前が付けられてます。発酵飲料なんで乳酸菌がたくさん入ってて、腸内環境を整えるためにもいい健康的な伝統ジュースです。沖縄でもよく飲まれていて、奄美や沖縄に長寿が多いのはミキのおかげなんて言われてたりもします。それで軒先の文字に戻ると、ミキの隣の砂糖は普通にお砂糖ですね。暖かい気候で育つサトウキビがよく取れるので、黒糖が奄美とか沖縄の名物になってますよね。で、島味噌、島味噌ってこれやっぱり奄美名物で、
味噌って聞くと普通茶色いペースト状のものをイメージすると思いますけど、奄美の島味噌は粒味噌なんですよね。お米の形とか大豆の形がかなり残っていて、そのままおつまみとかお茶受けみたいにして食べられたり、あとお弁当のおかずになったりおにぎりの具になったりしてます。ペースト状の普通の味噌って、まあ、ほとんど味噌汁にされるイメージですけど、島味噌は味噌汁にするっていうよりは漬物みたいな感じでご飯にのせて食べたり箸休めに食べたり、まあ、そういう立ち位置です。で、一番右の手作り豚味噌って、まあ、豚肉と島味噌を混ぜたやつだと思います。そういう風に島味噌って豚肉とか魚とかピーナッツとかと混ぜられて、ちょっとしたおかずみたいにしたりもするので。で、その隣の島鶏飯は奄美式だし茶漬けって感じのご飯物ですね。鶏飯って漢字で書くと鶏飯って書きます。細かく裂いた鶏肉に甘辛く煮た椎茸とか錦糸卵、漬物、ネギ、海苔とかを乗せて鶏のだし汁をかけていただくっていう、聞いただけでもめちゃめちゃ美味しそうですよね。僕実は大学生の時に学祭で奄美大島出身の友達と一緒に鶏飯屋さんを出したことがあるので、ちょっと異常に鶏飯に詳しいんですけど、鶏飯本当に美味しいのでおすすめです。どこかで見かけたら食べてみてほしいです。ちょっと話がそれそうになってしまったんですけど、とにかくそういう奄美名物を扱っているお店が三和町にあるわけです。この看板の下の謎の機械仕掛けのピタゴラスイッチみたいなやつは、まあ、本当に謎です。ここの肉屋の主人が手作りしたってことだったんですけど、これ多分水車になってるんですね。水が流れててボクシングとかウェイトリフティングしている木製の人形たちが動き続けてます。不気味可愛い感じですけど、まあ、ちょっとこれに関しては何の意味があるのかっていうのは僕にはわからないです。そういった奄美名産の食べ物を扱っているお店の他にも、大島紬のお店も何軒かあります。このお店、看板に本場大島紬織元って書いてありますけど、大島紬の大島って奄美大島の大島で、まあ、紬って、まあ、糸を紡ぐ、まあ、糸で布を織ることなんで、奄美大島の織物ですってことですね。織物って、まあ、具体的には主に着物ですね。大島紬として着物がすごい有名です。絹 100% で作られていて、独特の光沢がすごく品があって綺麗、それでいてしなやかで軽くてシワになりにくいっていうすごいいい織物です。お相撲さん御用達で遠藤関とか元横綱の朝青龍もこのお店に直接来て大島紬を注文したってことでした。日本国内でも重宝されてるんですけど、大島紬世界三大織物って言われてて、イランのペルシャ絨毯とフランスのゴブラン織と大島紬で世界三大織物に数えられてます。大島紬の着物、高いものだと200万円くらいします。一本一本の糸に色をつけてから織っていくので、ものすごい手間と時間がかかって、設計図から着物を完成させるまで半年以上かかるってことでした。高級たるゆえんですよね。他にも三和町にはこういう感じで、見てください、玄関口にシーサーがいますね。これ完全に沖縄の文化。あとこの辺には琉球舞踊とか琉球塗りのお店があったりして、まあ、最初にも言ったように琉球って沖縄の昔の呼び名なので、まあ、沖縄由来のお店がたくさんあるってことです。じゃあなんでそんな感じで奄美の人とか沖縄の人がここ三和町に住んでいたのかっていうと、このチャンネルでも以前解説した太平洋戦争が関係してます。太平洋戦争、すごくざっくり言うと日本とアメリカが戦った戦争です。1941年から1945年まで戦ってたんですけど、結果から言うと日本はアメリカに戦争で負けちゃってます。戦争で負けた国はやっぱり勝った国の言うことを聞かないといけなくなるわけですけど、日本が太平洋戦争でアメリカに負けた時に、アメリカは奄美も沖縄もアメリカによこしなさいって言ってます。それで奄美も沖縄も
もともと日本の領土だったのに一旦アメリカに没収されちゃってるんですよね。だから今では信じられないような話ですけど、奄美と沖縄って今から80年くらい前に完全にアメリカ合衆国の占領下に置かれてます。一時期アメリカになってる。すごいダイナミックな歴史だなって感じがしますけど、まあ、そんな感じで今まで日本だったのに急に日本じゃないってなると困る人が出てきます。奄美や沖縄から本土というか九州とか本州に一時的に来ていた人たちですね。仕事とかで故郷の奄美や沖縄を離れて九州とか本州の方で暮らしていた人たちが奄美とか沖縄に帰れなくなっちゃったんですよね。これは困るってことで故郷に帰れなくなった人たちに対して鹿児島市が現在の三和町にあたる区域を、まあ、そういった奄美と沖縄出身の人たちに貸し出したんですよね。ここに住んでくださいって鹿児島市が三和町を指定したわけです。こうして奄美と沖縄出身の人たちがたくさん住んでいる地域、リトル奄美、リトル琉球ができていった。あと逆にアメリカに支配された奄美とか沖縄からやってきた人たちもいました。自分の故郷がアメリカに支配されてしまった、まあ、そんなところに住み続けたくないって人とか、あとアメリカの占領下になったことで、まあ、奄美や沖縄の日本とのやり取りもすごい制限されたので、奄美や沖縄で日本本土といろいろやり取りしながら商売していた人たちは今までと同じように商売はできなくなってしまった。なのでやばい、仕事がなくなってしまったってことで奄美や沖縄から密航船で命からがら仕事を求めて鹿児島までやってきた人たちもいました。そんな感じで港にも近い三和町に奄美や沖縄の人たちが集まってきたわけですけど、この時期奄美や沖縄がアメリカの占領下になってた時ってさっきも言ったように戦争が終わった直後なわけで、日本中が焼け野原になってみんな余裕がない時期です。鹿児島もアメリカ軍からの空襲を8回も受けてます。アメリカ軍の爆撃機から大量の爆弾を落とされて家は焼き払われて3000人を超える死者、4500人を超える負傷者が出ています。まあ、とんでもなく大変な時期だったわけです。そんな時に奄美と沖縄出身の人たちが仕事を求めてやってきました、故郷に帰れなくなったので来ましたみたいに言ってきて、まあすんなり歓迎されるってことはないわけですよ。まあ、もちろん奄美と沖縄出身の人たちはめちゃめちゃかわいそう、自分は何も悪くないのに故郷に帰れなかったり故郷を出て働かないといけないような境遇になったわけなんで。でも現実問題としてそんな人たちが鹿児島に集まってきたら鹿児島の人の仕事は奪われるし、みんな戦後の物資不足でご飯もまともにありつけないような時期に人がたくさん来たら食べ物とかどうするのってなるわけです。そうなるとやっぱり鹿児島の人からはよく思われない、差別の対象になってしまったっていう、そういう悲しい歴史があります。それで奄美大島は1953年にアメリカから返してもらって日本のものになります。アメリカから日本に戻ったわけなんですけど、沖縄って1972年までずっとアメリカ占領下です。だいぶ奄美の方が早く日本に復帰してるんですよね。この時に奄美の人が沖縄に移住してたりして、実はこの時の沖縄での奄美人差別の方がかなり徹底的に残酷だったんですけど、もうここの三和町とは全く関係ない話になっちゃうんで、沖縄での奄美人差別についてはメンバーシップ動画で話しています。気になる方は動画下のメンバーになるボタンを押してみてください。何はともあれ戦争後の激動の歴史の中で今日見てきたような三和町みたいなところができたわけです。今現在はもちろん奄美も沖縄も含めて日本ですってしてるわけなので、日本人として奄美や沖縄についての歴史とか現状についてきちんと知ることが大切なのかなって思います。ではまた。